はい、どうも皆さんこんにちは、ソルトです。地球防衛軍4、前回の続きからやっていきたいと思います。前回結構ね、長々と1ミッションをですねやりまして、まあ、おかげで武器も大量に手に入りました。で、新しく手に入りました巡航ミサイルおよびビークルのベガルタ、こちらの方でですね次のミッションの方行ってみたいと思います。次のミッションがこちら、要塞破壊作戦。大型のね敵が出てくるようなので、まあミサイル、巡航ミサイルをね使ってね攻略をやっていきたいと思います。では早速スタート。はい、ではね始まりました。早速ベガルタの方を出し、巡航ミサイルであの本体を攻撃すると。どこだ、目標捕捉したぞ。あそこか。なんだろう、四角形が増えてる。来た来た、オッケー。どう、うわ、なんか地味な感じで終わったよな今。よし、ベガルトに乗ろう。やばい、これ当てづらい。めっちゃ来てるし敵。照準はどこ。おらおらおら、ジャンプできるんだ。おら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 、壊れた。強いぞベガルタ、強い。派手に死ねえ。同じロボットとは思えまい、この彼。おらー、いくぞ。EDF、EDF。よし、いける。こいつ飛べるじゃん。すげえ飛べる。よし、ちょっとアイテム回収だ。ちょっと待った、ちょっと待った、なんかメッセいる。弾切れ、そう、一個弾切れだ、もう。いや、強えなっていうか。強いぞ。小回りはロボットが効かないからな。っていうか強えなこいつ。ベガルト使えるぞ。弾切れだし、もう一個出しとくか。ういー、あ
巡航ミサイル行くぞ。この辺に適当に撃ち込むか。巡航行け。来い、巡航降りてこい。早く落ちてきてくれ。どういった今、いい感じじゃないの。手軽さの威力を見せてやる。アルタの威力強いぞ。よーし、大量に落としたぞ。武器発見、武器回収。ヘクトル、ヘクトルってどいつだろう。お、これでも取れる一応武器が。ヘクトルというのがドイツだ。ロボットか。行こう。勝負。食らえ。 OK、 一体破壊。クソクソ、ぶっちゃくちゃ減ってる。一回逃げるぞ。一体破壊。オッケー。ほら、弾切れ弾切れ。ああ撃ち尽くす。負けた、撃ち負けた。オッケー。頑張るぞ。巡航ミサイル。飛行ドローンを破壊しろ。こい。こいつを食らわしてやる。これで入るか。いけ。いったー。オッケー。ベガルタよく呼んどくぞ。お前らを糸に巻きつけてやるよ。
人に巻きつけて殺す。これ使える、やっぱり使える、強い。やばい、なんかすげえ近場にロボット来てる。やばいやばいやばい、これ俺のロボットどこ、あそこ行った、ベーガルト。死ねえ、おらおら、ゴリ押す。おお、なんか倒れてるこいつ。よし、武器を取り行こう。あ、ちょ待った、武器取りたい。よし、死ねえ。あんだけ頑張って新武器は出てないな。はい、意外とあれですね、巡航ミサイルが使い勝手が悪いということが分かりましたので、ちょっとね、次は、巡航ミサイルなしだな。これはワイヤーはね、かなり使いやすいで、ベガルタもかなり使いやすかったですね。なので対空インパルス、こちら、数を殺すためにね、こちらで行ってみようかなと思います。谷に潜む影、飛行中の輸送ん敵輸送船を確認したと。まあ輸送船をやっ、はい、始まりました。ベガルタは早々にちょっと用意をしたいと思います。からのワイヤーは、そうだな、あれを攻撃できるものがねえぜ。本当な、あれどうすればいいんだ、ベガルタでやるしかないのか。来いベガルタ。ベガルタ登場。撃て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 、当たってる、これ当たってる当たってる、オッケー、瞬殺。うおー、開け、開いたら一気に殺す。ほら死ねえ、壊れろ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 、間に合わないか、間に合わない、後ろに逃げるぞ。ヒットポイントがごっそり減るぞ。開いた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 、真上か、死ね、よし壊れた。くそ、弾切れ、
ケーオッケーオッケー、ベガルト早く降りてきてくれ。これ意外ともう勝ててんじゃないのかこれ。うわびっくりした、なんかと思った。下からの攻撃で輸送船を破壊するんだ。今からか。今からメインというようなところかな。これはきついな。ベガルタがね、もうちょっと起動が早ければな。いやもうここ降りてるし、目の前にいる。早く降りろ。開くか、開くの待つ。開け。開かないのか。開かないの。おい、開いた。よし、壊れた。目の前のやつが消えないと敵が撃てない。オッケー、ベガルタ強いな。下に行く、次のタイミングまで待つか。もう一回ジャンプ、いけ。これはきつい。よし、壊れた。壊れたー、クソ、壊れちゃった。これはきついぞー。ベガルタが呼べる。雲の糸で雲を巻く。お前も巻いてやる。ほら、ふう。ベガルタが思った以上にね、火力が非常に強いので、おかげで勝てた感がすごいですね。じゃあちょっとあとはね、ゆっくりと武器の回収をしながらね、最後の一匹を殺していきたいと思います。ほんとね、ただね、地下になると一気にこの火力がなくなるんじゃないかとすごい心配なんですけどね。ベガルタも呼べないし何もできない。メインウェポン雲の糸というような。ほら、向こうのアーマーではなくウェポンを取りに行きたい。これは結構でも地上の方にね、
結構武器残ってるでしょうね、見落としが。まあさすがにね、それは面倒くさいので私取りに行かないですけれども、まあ実況ですのでね、無駄にあのアイテム拾いに行くだけのね動画なんで流すわけにはさすがにいかないので。ほら、よいしょ。あ、武器2つある。さっき川の中にもありましたね。さっき見えなかった。よし、もう出よう。人の方が移動が早い気がする。オッケー、じゃあ終了しましょう。どこだ、あそこにいるのか。まあ遠いな。ほら、ヘクトルの進路上に機構部隊が展開。まもなく迎撃作戦が始まります。痛い。30機以上のベガルト M2 が出ているはずだ。凄まじい戦いになるぞ。空軍もすでに発進、空爆も始まります。リムペッドスナイプガンレベル1というのがね新しく入ってますね。まあ、スナイプというぐらいですので長距離射撃ができるタイプの爆破する武器でしょうね。ちょっと見てみましょうか。リムペッドガン、リムペッドスナイプ、設置数が2個、リロードが通常通り4秒と、ちょっと形が変わるんですね。で、ダメージが120、範囲7メートルと結構範囲が広い感じの爆発ですね。120でしたらまあまあな、威力かもしれない。ということで次回はシーザーワイヤーリペートスマイクアンと、ベガルタ、こちらの並走でやっていきたいと思います。ではね、本日も実況はここで終了したいと思います。次回またよろしくお願いいたします。ソルトでした。